ニコラウス・ヨハン・バン・ベートーベンニコラウス・ヨハン・バン・ベートーベンはドイツ・オーストリアの薬剤師で兄は作曲家のルート・ビヒ・バン・ベートーベン。1776年、ケルンセン公領コの盆ンにおいて音楽家、ヨハン・バン・ベートーベンの子として生まれた。1795年、革命フランス軍の盆ン占領から逃れるようにして3年前に兄が 夢と希望を胸に抱いてやってきた、オーストリアのウィーンへやってきて、薬剤師の見習いとして、働くようになる。その後、薬剤師となり、妻をめとり、リンツ近郊に住んだ。1815年の時刑の死後、兄ルートビヒとオイのカール、そして、未亡人ヨハンナとの家族問題に関わった。主に、ヨハンナ側の弁護につき、兄に向かって反対の意見を飛ばしたりすることも、 しばしばだった。1826年の9月、グナイクセンドルーフにあるヨハンの家に、自殺未遂後の療養のため、オイカールがルートビヒと共にやってきた。2週間の滞在予定だったはずが、2ヶ月以上に渡って滞在したので、ヨハンはルートビヒに対して苦言を呈し、ルートビヒたちはウィーンへ帰らざるを得なくなった。その後、ルートビヒは病気にかかり、 1827年の3月26日にこの世を去った。その数日前から、ヨハンは兄の弟子のシンドラーや親友のステファン・フォン・ブロイニングラと墓地探しへと向かっていた。兄の死後しばらくは遺品を整理する日々が続いたが、ある日、突然、近年続に不滅の恋人への手紙と言われている手紙や、肖像が類等を発見した。これには、皆が驚いたが、 今でも謎は多い。1848年の1月、71歳で死去。大音楽家の兄の死から21年後のことだった。ありがとうございます。